ばんは。こんばんは。今日は派手な車ですね。僕の服と同じで真っ赤ですね。合わせてきたんですよ、はい、今日。いや、もうそんなことで雨降ってきましたよ。あのね、いつもね、わさぴー来ると雨降るんですよ。雨雲連れてくるんですよ。この間も中止になりましたね、2台。そうなんですよ。今日も来ました。今日やばいですね。これ1台しかできないですよ。ということで、はい、気を取り直してやっていきましょう。取り直せないけど、とりあえず紹介していきましょうか。とりあえず紹介しましょう。はい、ということで、これは何でしょう。メルセデス・ベンツ E クラスのカブリオレですね。 E クラスのカブリオレ、この時期にぴったりな。この時期、これからの時期に、これからの時期にぴったりで、雨降った時はダメだよね。今日開けて走ろうと思ってたんですよ、僕。そう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 。だからさっき開けてたんだけどね。ダメじゃないですか、これじゃあ。いやちょっと失敗した。カブリオレのやるタイミングが悪かったという。ということで、これは何代目になるんですか。何代目、まあ、E クラスのカブリオレだけで考えたら2代目になるんですよ。あれ、それより前ってなかった。いや、ないっすね。一応あれあったっけ。あのよく通称 W124 と呼ばれる124、はいはいはい、あのカブリオレの初代が、まあ、A124 っていう型、まあ、通称呼ばれてるんだけれど、型式ですね。これが何て言うんですか。 A、 これは207です。 207、 E じゃないんですね、はい、あ、 E じゃない、 W じゃないですね。 W はセダン。セダンが W。 セダンが W で、 A になるとカブリオレ。カブリオレで、 C がクーペ。クーペ、なんかややこしくないですか。え、でも A204 だとか、なんか E なんとかとか、前もやったじゃん、 W222 か V222 とか、はいはいはい、これ E 何なんですか。 250E250 E250 の A204。 E250、 なんかそう言うと違うな。A204 の E250。 うん。ベンツ分かりにくい。あ、でも確かにここら辺ちょっとややこしくて、一瞬ってなりません、なんか。だって最初 E クラスのカブリオレが出た時って A124 って言ってて、はい、で E クラスのカブリオレだってなってたんだけど、はいはいはい、その次これ間空いて A207 になってるんですよ、はい、あ、飛んでるんですね。結構飛んでる、15年ぐらい多分空いてるんだけど、はいはいはい、その間じゃあ何やってたんだっていうと、あの CLK があるんです。あ、なるほど。 CLK が E クラスのカブリオレを継承して、はい、まあ、そのクラスを補ってたような感じ。そういうことなんですか。で、まあ、A208、209ってなってて、でそっから A207 が出てるんで、だからその区間が、まあ、飛んでるじゃないですか、実質上。そうです、そうです。 E クラスのカブリオレだけで見たら飛んでるんだけど、実は名前が変わって出てますみたいな。 あんまりそのなんか馴染みがないせいか、ちょっとあれってこうなる感じですね。じゃあ車から、まずこれって排気量なんかそんな大きくなさそうですね、はい、これは250なんで2リッターですね。あ、2リッターなんですね。2リッターのターボです。 2.5 じゃないですね。 2.5 じゃないです。よくあの惑わされるやつですね、うん、名前に騙されるパターンです。リッターらしいです。でも、はい、ターボ。ターボですね、だから一応馬力は200超えますね。211まである。200超えるんですか。はい。え、でも現行200なくないですか。現行はないね。100 184とか5とか下がったんですか。いや、だけどね、最近の車って馬力まで抑えたんですか。馬力は抑えてるんだけど、多分オートマがこれ7速 AT なんだけど、現行確か9速になってるはずなんですよ。あ、なるほど。で、なんじゃかんじゃ多分やってるはずなんで、走り多分そんなにね、違和感なく、ギア比でカバーしてる感じなんですかね。ギア比だけじゃないと思うんだけど、他にも多分なんかあるんですよね。数字上だけじゃない、やっぱり何かがあると思うんで。ということで、はい、パタパタ行ってきましたね、なんか。そうですね、だんだん雨が強くなってきました。ちょっと巻きでやりますか。まずこのベンツの、 あの魅力というと、僕やっぱりこのヘッドライトとマスクが、ね、ここが綺麗なラインっていうか、はい、で、グリルもやっぱり型によって、モデルによって全然形が違って。あ、これ、僕このグリルより本当はあの CLA みたいなグリルが好きなんですよ。あのダイヤモンドみたいなキラキラキラッの、あ、はいはいはい、あれが好きで。でもまあこれだったらこっちじゃないですね。くどいですね、多分これにあったら。そうですよね。だからまあ、なんだろう、ベンツのこの顔全体は僕好きなんですよ。ちょっとなんかいかつい、おしゃれな感じ。ヘッドライトがこういう感じで来るんだったら、確かにここがその CLA みたいな感じだとちょっとやりすぎな感は出ちゃうかもしれないね、うん、多分 CLA だからあのグリルが合うんですよね、多分ね。そこで強調して。でもスポーティーですね、こっちの方が。そうですよね。やっぱりベンツってこだわりますね、細部まで。この作りっていうか、うん、いや、このヘッドライト確かにいいよな、うん、ヘッドライト1個取ってもやっぱデザイン性ってやっぱりベンツの方が
こだわってるのかなっていう。そうですよね。綺麗なこれすごい邪魔だよね。え、これですか。いやいや、今なんか説明するのもちょっと思うが、でもこれまたおしゃれでなぜかこれまでおしゃれに見えるっていう。これはね、好き嫌いあると思う。いらん人はいらんだろうし。いらないけど、僕別にこのまま乗るんだったら別だって思うと思うんです。うん、まあ、見えますからね、ここ正直この、うん、確かに、ね、いらないっちゃいらないですね。しかもパークセンサーだいたい最近の車ついてるんで。ついてますよ。まあ、必要ないっちゃ必要ないですね。うん、あとバンパー好きです、これ。いや、バンパーこれ本当卑怯だよね。卑怯ですよ、これは。だってもうこれ車外のスポイラーいらねえじゃんみたいな何をしろって感じですね、もういじるとこが本当少なくなってきちゃったんですよね。なんだろう、この一個一個のデザインがなんか全部とライトとグリルとバンパー全てがこの、うん、一体するようなデザインっていうんですか。そうですね、どこ見てもかっこいいです。このスポイラーぶつけたらすげえ高いんだろうなと思ってこれは高いですよねあの修正できる程度ならいいですけど。いやいや、だってこれ修正できないでしょ。買うしかないでしょこれ。まあ交換ですね。あー、でもいいな、このベンツおしゃれな感じですね。そうですよね。またこのホイールもやっぱりかっこいいっす、純正ベンツは。よく AMG のスポーツパッケージとか AMG ラインとかって呼ばれるやつはやっぱ、はいはいはい、ね、おしゃれに作ってるんで。これだからかっこいいんですかね。そうですね。え、これ車高も純正車高ですか。これ純正車高です。やっぱりクリアランス少ないですね。あのアバンギャルドとかはもともと足回り変わってるんで。あ、だから BM でいうと M スポーツ、ね、M スポーツ扱い。そうです。うーん、やっぱなんかドイツ車見ちゃうとこういうバランスすごいかっこいいなとは。あ、僕言ったこのホロ。あー、はい、これやっぱかっこいいっす、ホロは。そう、嫌いですか。前回何でしたっけ。あれ違う、何だったっけ、なんかの時に、ね、出たよね。あれ何やりましたっけ。ホロがいいのかハードトップがいいのかみたいな。なんかやりましたね、忘れた。あれ前回何やったっけ。なんかやりましたよね。あ、キャデラックじゃなくて、あれあれあれ、あのアメ車、あのマスタング。マスタングだ。マスタングで僕あのハードトップだったじゃないですか。でそれがなんかあの僕的にはこのソフトトップの方が好きっていうのが、うん、なんかめっちゃおしゃれじゃないですか、やっぱり。これ好みですかね。マスタングってホロじゃなかったっけ。いや、違う違う、マスタングはあれあれ あれホロだ。あれホロ、マスタングはホロだ。なんかと間違えてますよ、多分。なんかと間違えてるだダメですかこれ。いや、僕ありですよこれ。でも多分ベンツだからかっこいいですよ。あー、でも確かにこれが国産となるとなんかちょっと違う。安っぽくなっちゃうと嫌なんだよね、これが。なんだろう、黒と赤で、あと色もあるんですかね、この赤に対しての。うんうんうん、でも確かに色の使い方はこれうまくできてるような。だと思います。その赤と黒の配分とかメキをポイントに入れてる感じが、ね、いや、かっこいいですよ、普通に。なんかここ黒なんですね。そうなんです、そこ黒なんですよ。なぜか赤じゃないんですね、そこは黒です。僕でもなんかここ赤の方が良かったなっていう。窓枠みたいな感じになっちゃうんで、そこは。あ、でも閉めててもかっこいいですね、開けててもかっこいいです。はい、まあ、今日は開けれないです。今日はちょっと雨降ってきたんで開けれないんですけどボディ的にはそんなにでかくはないですね。あ、これはまだちっちゃいですよ。どういう人向けですか。どういう人向け、まずクーペだからあれだよね、ファミリータイプじゃないよね。ファミリーじゃないですねで僕のイメージはなんかあのちょっとお上品なお姉さんに乗っていただきたい。あ、確かにそれはあるね。これで女性の方乗ってたらやっぱかっこいいな。めっちゃかっこいいと思うんですよ男だと。いや、でもね、男でもね結構乗ってるイメージはあるから。色が多分もうなんか多分そういうイメージにさせちゃってると思うんですよ、赤。あ、いや結構ね乗ってるよ。あとね、セーター着てる人が乗ってそうなイメージちょっとお金持ちが着るセーターを着てちょっとスマートに乗る人が乗るイメージさらっと。まあ、でもぶっ飛んで速い車じゃないですよね。うん、いやこれはそんな速くはないですね。ちょっと雨やばいんで判定しますか。はい、リア見ていきましょう。続いてリア見ていきましょうか。はい、さあ、はい、いやかっこいいっす、ただただかっこいいっすなんかやっぱキラキラしてるよね。キラキラしてるのは雨のせいじゃないですか。それもあるね。もう最悪ですってあれは。でもテールかっこいいですね。いや、テールかっこいいですよね。僕ベンツって S 以外はリアかっこいいと思います。S 確かに S と C が似すぎなんですよ。昔、でもそれはあれでしょ、222の。いや、221も嫌いなんですよ。
ティアナみたいなんで220はまだ前と後ろが合ってるかなってイメージで、でももうそれ140とかはかっこいいです。ああ、140は確かにかっこよかったな。うわ、ベンツみたいな感じがするんで、なんか差別化されてなくなってきますね、やっぱ。いや、似てますよね。似てますよね。だって今の E クラスのもうあれじゃん、だん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 なんていうの、 S クーペ似てきてるじゃん。似てきてるじゃん。似てます。まあ遠くから見たらちょっとちっちゃいなみたいな感じですけど後ろのラインがなんか、あ、確かにそういう傾向にあるんですかね。 GT とかもちょっと似てるっちゃ似てるからね。あーあれですか、確かに。でもなんか分からんすね、その旗から見たら何って多分なると思うんですよ、普通の人は。そうそうそう。でサイズで変える、あ、サイズでなんとなく分かるんだろうけれど、だろうけど、だって最近ってもう側がどん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 大きくなってきて、で排気量どんどんちっちゃくなってきてっていう風になってるもんね。え、現にこれもそうじゃないですか。うん、これもだん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 大きくなってきてますよね。まあ難しいところですね、車全体に大きくなってるんで。そうですよね。そっか、これ気になるんですよ。うん、これがちょっとあれだよね。そこの突起物言います、それ。いや、でもこれがなければちょっとのっぺりしちゃうから、トランクスポイラー欲しくなっちゃうかもしれないな。これじゃなくて、ここに何かつけて欲しかったなっていうイメージですね。でも一応ここちゃんとせり上がってるからね、もうトランクスポイラーの代わりになってるからね。気持ち、なんかセンターに向けですね、多分ちょっとだけ、ちょっとだけこういう、ね、盛り上がってるような感じですね。トランクどうなってるんですか。トランクはこれ、あれ、自動がついてるわけじゃないですからね、今シューター。今自動じゃないですか。いや、自動ちょっともう一回ですか。え、なんかすごい自動っぽく開けましたね、今。あ、そういう感じ自動じゃないんででもこれめちゃくちゃ広ないですか。いや、カブリオレの割に全然いけますよ。え、こっちにはだって屋根入らないですよね。屋根は入らないです。だってこれめちゃくちゃ広いじゃないですか、これ。最高ですね。でも一応ここのラインでキープされてるんだよね。この中に入るんですね。あ、複雑、なんかちょっとこういう感じで。そうです、そうです。入れるイメージ、高さがあんまりないんで。でも旅行とか行くのはね、全然いけると思う。キャリーバッグとか入りますね、普通に。普通じゃないな。まあまあちょっと大きいダムですけど、3泊ぐらいから難しいかもしれないな。2泊3日ぐらいの旅だったら全然楽勝ですね。ギリギリいけますね。やっぱリアのこのバンパー閉めましょうか。ウィンウィンってなんすか音だけ音だけ。ベンツってこういうなんかもたっとした、もったりしたデザイン多いですね。なんか、あー、確かに丸みを帯びてる、可愛く見せてるんですかね。どうなんだろうね、この受け狙い、どれが受けるんだろうねっていう。ちょっともたっとし可愛い感じですかね。なんかもっとシャープなイメージなんですよ、なんかベンツとかって。国によってやっぱりさ、そのかっこいいとか可愛いという感覚違うじゃんね。あ、だからドイツの人の感覚だったらこれがかっこいいってなってるのかもしれないし。なんかそうですね、日本車もその最近また角張ってきてとか丸くなってとか、あの繰り返しですもんね。そうそうそう。ドイツこの年代だとこういう丸い感じなんですかね。でも年式ずれると本当に変わるもんね。全然違いますよね。敏感じゃないですか、あとこういうデザインとか、なんか海外って。で、多分回るんだろうね、また回転が早いんですかね。あの、なんていうの、やっぱり昔あったブームがまた来るみたいな感じで、形も多分今度丸くなってきて、極限まで行ったら今度四角くなったりみたいな感じがまたありそうな気がするし。確かにでも140の世代から比べたらこれもそうですけど、だいぶ丸くなりましたよだいぶね、角張ってたら。ベンツも角角がイメージなんで、うん、124とかそこら辺のこと考えたら全然違うもんね。もうあの辺になるともうなんか角張ってる、角しかないようなイメージですよ。そう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 。外もとも極端に滑らかになったなっていう感じですか。はい。これは足回りは普通、別にエアとかじゃないですね。あー、違いますよ。ちょっとこれ気になりますね。屋根開けれないですけど、はい、屋根開けれないけれどとりあえず乗って、その US 感だよね。いや、やっぱ開けて走りたかったな。うん、せっかくやっぱりこういうデザインなんで開けて走りたいってのあるんですけど、まあ濡れちゃうんであれなんで、はい、はい、まあどんなものなのか、はい、次回乗ってみましょうか。はい、はい、では今日はここら辺で、はい、また来週乗ってみたいと思います。はい、はい、ではさようなら。さようなら。
ね。